もう試合時間が残りないですが面白い場面が撮れたので実況しようと思います。ちょっと言ったら申し訳ないけど相手さんが2から始めた初心者なのか試合がすごいことになってます。これ結構前に撮ったやつか。とりあえず今から私のスーパーパーフェクトプレイを見せてあげましょう。今から霊夢が皆さんに雑魚プレイを見せてくれるそうです。ヤバ使ってる時点でな。ヤグラじゃねえから全然ありだろが。なんで切れてんですか。はい、これがデスをキープしたあまりビビって突撃しない霊夢の神プレイです。死なないような立ち回りをしていると言いなさい。っていうかこれどうなってるかわからない人が多そうなので説明してはどうですか。確かにそうですね。まあ現状味方がここをカウント1で止めて無双しちゃってるわけです。カウント1で止めてる時点で悪意ありますね。これがスプラにからスタッフとしてのスプラトゥーンの洗礼ですよ。あれ霊夢さん大丈夫ですか。バカにしてた敵にやられてますけど。はい、お相手さん普通に強いかもしれないですね。あ、味方さんナイスですね。このままアララギさんのところまで飛びます。誰だよ。キチガイです。自己紹介ですか。あなたにはそう聞こえるんですね。私にも自己紹介のように聞こえたぞ。あなたたちもキチガイってことですね。わかります。はてな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 。頭大丈夫ですか。っていうかスプラになってからキルが取りやすくなりましたよね。まあキルアシストもあるしな。霊夢さんよくキル自慢してたけど大体キルアシストですもんね。全部私のキルですよ。この人ちょっと頭おかしいですね。たまに言う危ないやつだから放っとけ。なんで私いつもこうなるんですか。脇役の定めだから仕方ないね。てかなんかまた霊夢さんやられてませんか。うるさいですね。そしてなかなかここをゴールに入れない味方。私も最後まで見たかった。いつもハブラ霊夢さんこんにちは。脇役って辛そうですね。業務さん変わりますか。絶対に嫌です。死んでもその位置には行きたくないです。めっちゃ拒絶される霊夢さん。まず霊夢さんと並ぶことが問題ですからね。私と並ぶというのは神に等しくなるということですよ。頭大丈夫ですか。というかいつの間にか試合が終わっていましたね。さて気になる戦績ですが一体どれほどになっているのか。まだ姫って名前変えてないんですね。なんかすごいことになってるな。計算したら多分ですが合計93キルになりますね。相手もまあまあランク進んでたんだな。さて1分で終わるのもなんか嫌なので最後にコメント返信しますか。それじゃあコメント返信やっていきますか。それじゃあ業務さんお願いします。 S どっちにしました。メインアカウントはチームに合わせてサブアカは次回の動画でどちらか登録をするので決まった方にします。なのでまだ決めてないです。フレンドなれますか。もう万人なので気が向いたらサブアカに合気作るかもです。一番好きな武器は何ですか。福主の好きな武器は得意ではないけどバレスピですね。使ってると面白いんですよね。じゃあお前焼き土下座してくださいってコメントに10件来たら焼き土下座しろよなんて言っていたかわかりませんでしたね。はい次今の絶対聞こえてただろう。ほら次ブーム大バカしネクゴミ野郎お前なんて頭すっからかんのこの世にいらない存在なんだよ。とっとと消えろよ自殺しろよ。我々ちなみにお前が死んでも葬式行きませんよ我々。ここは本人からコメントを返してもらいましょうか。頭おかしいだそうです。僕のアンチはいないと思ってたのにまさかここで現れるとは。まあブー印も50万回くらい皆さんから見られてますから人気なんでしょう。ブーインかブー印どっちかにしろ。ていうか質問はもうこれだけのようですね。このチャンネルの動画って質問系のコメント結構少ないよな。コメント自体結構少ないですからね。あとは適当にお知らせでもしていきましょうか。まず一つ目ですがクリスマスにちょっと長い動画を出そうかと思っています。完全なクリスマス企画なのでそこんところよろしくです。二つ目はまた煽り系をガンガン投稿していくつもりです。あれ地味に人気あったもんな。今は全くないですけどね。でも作っちゃったもんはもう仕方ないので投稿しちゃいます。いくつくらい作ったんだ。二つか三つくらいだった気がします。まあちょくちょく普通のものと混ぜて投稿していくつもりです。このチャンネルって基本金曜ら辺にしか出さないよな。 YouTube でどうやったら再生数取れるかわからないウプ主はとにかく金土曜に出してるらしいですよ。普通の動画は他の曜日に出してるらしいですよ。今のところ最近の金土以外に投稿してる動画がないんですけどね。ウプ主は編集する気が起きなかったそうですね。投稿頻度がウプ主の気分次第という。ホラゲーの動画をとっとと消費したい。お前いたのかよ。まだ4つくらいホラゲーの溜まってるんですよね。いつ出すんだよ。チャンネル登録者2万人超えたら出しますね。夢のまた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 夢ですね。あまり私は侮らない方がいいぞ。小学生の頃喧嘩で人を殴るときいつも効果音つけてた人ですもんね。こいつまた俺の黒歴史喋りやがった。それじゃあそろそろ終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。